酒の大学チャンネル、ごちまるということで、今日はですね、どういうことやねんっていうツッコミもあるかもしれませんが、北海道へちょっと帰りましてですね、豊水ワイナリーでワインを購入しました。豊水ワインで買ったシャルドネ、シャルドネ立夏というシャルドネですね。2022年は今北海道のワイン作りはですね、やっぱり日本ワインの中では一番ちょっと今いいんじゃないかっていうことで、まあ、特にこの北海道岩見沢あたりとか、あとはもうちょっと小樽の余市からもうちょっと下のあたりとか、あの辺が今日本のワイン作りの中では一番ホットな場所って言われてます。だからどうしても雪が降るんでね、まあ、その雪の影響だけというところはあるんですけども、ただあの北海道面白いんですけども、ドイツ系品種が実は多いんですね。ケルナーであったり、ツバイベルトレ、ツバイ、ツバイ、ベ、え、ツ、違う、シュペートブルグンダーか、失礼しました、シュペートブルグンダーとか、ドイツ系品種が非常に多いんですけども、あの、豊水ワイナリーもシャルドネを作っていたので、シャルドネといえばもうね、あの白ワインの中でも世界的に、世界の中で一番作られている白ワインといっても過言ではない。ということで、じゃあこのシャルドネと世界のシャルドネ、比較してみたいと思います。ちなみにこの豊水ワインのシャルドネですけど、まあ価格帯が2600円税込みでした。これが、ゼロとなります。アルゼンチンのシャルドネになります。まあ、日本もニューワールド、アルゼンチンももちろんニューワールド。ということで、あとは価格帯もちょっと合わせて税込み2629円、ちょっと29円の方がですけど、まあほぼ同じ価格帯ということで選んでみましたので、この2本飲み比べてみたいと思います。レッツゴー。まあ、温度はやや冷やした感じで、そんなにあのガン冷えにしてしまうと不満な顔をされてますね。はい、こっちがこうね、ガン冷えにするとやっぱりこう香りも味も飛んでしまうので、ちょっと冷やし気味にしております。で、こっちが見事テラアルゼンティーナー、レッドテイスティーナ。色がでも随分やっぱり違うね、見える。これがテラサス、これが豊水ワイナリー。ちょっとやっぱり豊水の方が薄いかな。じゃあ香りは何でしょう。なんかフレッシュな果実感がある。あ、全然違う香りが。さあ、ニューワールドのシャルドネって感じがする。ちょっとなんだろう、樽使ってるよね。そうだよね、サスティナブルな調和から得られた最高の標高の高いブドウ畑なんだけど、高まるね。香りのパンチがいいね。じゃあ、いただきます。ティーン。お、おいしい、これ上品。辛口。上品。あー、でも本当になんかピリッとくるぐらい酸がくる。でも、ビハッ、あの、ビハッとしてんのか、これ。ビハッとはしてないの。ビハッポはしてないな。あの、なんだろう、ブドウのこう、酸の強さを割としっかり感じるタイプです。じゃあ、続いて、テラサス。香りに比べて、なんか、なんだろう、割と酸が弱いのかな。ああ、なんだろう、これもしかすると飲み返しをすると消える確率が高い。何？何が消えるの？豊水飲んでテラザス飲んでまた豊水に戻る。戻った時に、例えばじゃあテラザスの味の印象、香り、旨味、あの酸とか、そういった強さが飲み返した時に、じゃあこの豊水で上書きされるかどうかで、今飲み返しをした印象はどうでしょう。
いやいや、飲み会してみてどっちの味が残った？香水。飲み会…違う、飲み返す前に言っちゃダメだ。香水。まあ、そうね。なんだろう、やっぱりこう、ブドウの強さ、パワーが強い方の味の印象が残るっていうのがあって、単純に…そういうことなの？ブドウのパワーなの？ブドウのパワーです。 味っていうか、酸味の濃さとか、なんかそういうバランスとかじゃなくて、まあ、実際には多分ね、酸の強さ、まあ、なんだろう、ブドウの強さって結局酸の強さっていうところもあるので、香りが良くても、味のバランスが良くても上書きされてしまうぐらい、やっぱりこう、ブドウ自身の味の強さっていうのがある方がいいとは言われてます。じゃあ、どっちが美味しいのって話なんですけどね。この香水ワインの方が、なんか上品な感じ。うん、そうね。で、アルゼンチンの方が、なんかなんとなくね、バランスは取れてる感じなの。あのニューワールドらしい香りが割とこう華やかな感じのシャルドネの特徴、タル感とか。でもこれそんなにバニラっぽくないから、スキザルは使ってないのかな、これ。うん、なんか綺麗に作ってる、綺麗に作ってるんだけど、香水飲むとやっぱり香水の子なんだろう、香りもそうだし、味も、あとこの酸の感じが全部こう、バッダーこれさ、香水のワインのさ、うん、エチケットで見るとさ、雪の結晶シリーズっていうのがあるって言ってたじゃん。うんうんうん。で、違いは何て説明してくれてたっけ。何の香水？動画にも入ってたよ。なんだっけ、標高の高いブドウがちょっとグレードのちょっとワンランク上だみたいな。うん、そういうふうには言わないけど、なんつったかな、標高の高い、それを雪の結晶シリーズって言うんだって言って、普通の香水ワインとは違う。動画を見返してください。見返さないわ。リンクここに貼っとくわ。でもしそうだとしたら、標高の高いブドウを使ってるんだとしたら、アルゼンチンもエチケットが山の上じゃん。お前似てるの感じなのかなとは思ったけど、全然違った。そう、ね、なんかそれぞれエチケット通りの感じの味がする、うん、香水ワイナリーのシルバーとすっきりした感じ。これね、標高が書いてある、1250m って書いてある。 1250m の標高の高さで育ってます。で、アルコール度数はテラザスが 13%、 香水は 11.5%、 シャルドネで 11.5 って割とちょっと低い方かなという印象があります。うん、でもやっぱり香水は出来がいいね。そう思った。これいくらで買った？2600円。そのアルゼンチン2629円。なんかそう考えると、うん、香水ワイナリーの方が好みだな。うん、そうやね。いや、でも今まで日本のシャルドネってあんまりやっぱりこうしっかりとした酸とか旨味の強さっていうのが出てくるのでちょっと少ないなっていう印象が僕の中であったんですけど、これすごいいいね、やっぱりね。さすが、さすが今旬な岩見沢香水ワイン。多分市場に流通はあんまりしてないかな。だからまあ北海道行く機会がある人か、あるいはまあネットとかでそういうので買えるかもしれないですけども、まあ、一度ぜひ試してみてください。ちなみにあの千歳空港の中にもワインショップがあって、そこにもまあ北海道の中のいろんなワインが売ってるので、ぜひあの北海道旅行行ったワイン好きの方にはぜひ立ち寄ってみてください。ということで、香水ワインとアルゼンチンのワイン、まあ、シャルドネ対決ですね。見比べてみたでした。ご視聴ありがとうございます。お酒の大学チャンネル510、動画のご視聴ありがとうございました。面白いなと思ったらいいね、そしてチャンネル登録をお願いします。リクエストがあればいろんなことにも答えていきますので、ぜひコメントを寄せてくださいね。ではまた。